皆さんこんばんは。今日は就寝前にできる全身をほぐすヨガをご紹介いたします。もし今キャンドルとかインセントとかつけたい人はちょっとつけて、よりリラックス効果を高めていきましょう。やっぱいい香りはね、人間にはとても大事なので、もし香りが好きな方は今ちょっとつけてください。で、すべてのポーズ座ってやっていくので、きついポーズは入ってないので安心してください。では最初、呼吸を整えるために骨盤を立てて、ベッドの上にまっすぐ座っていきましょう。骨盤が立ちにくい人はお尻の下にクッションを敷いてください。手のひらは上に向けて膝の上に置きます。では自分の内側に意識を向けていきましょう。鼻から吸って、口からはぁ、鼻から吸って、次鼻から吐き切ります。ふぅ、手を回し上げて上、吐く呼吸で右に首を倒していきます。スマホで固まりがちな首をストレッチしていきます。鼻から吸って、鼻から吐いて、ゆっくり呼吸していきましょう。また手を上に回し上げて、次は右に倒れていきます。左の首をストレッチしていきます。少し手のつく位置を変えてみたり、倒す位置を変えてみたりすることで違うところが伸びていきます。自分の心地よいと感じるところを探してください。呼吸はゆっくり行いましょう。次、首の後ろ側を軽くストレッチしていきます。ここはね、繊細なのであまり強く倒れなくていいです。手を回し上げて上、次体を左に倒していきます。体の右側の体側を伸ばします。余裕のある人は上を向いてください。視線は手の方向へ。お首がきつい方は下向いててもらって大丈夫です。次、下の足だけ伸ばします。下の足だけ右に伸ばします。で、右手と右足を引っ張り合いっこします。で、次は右足に上体を倒していきます。左の体側を伸ばします。鼻から吸って、鼻から吐いて、深い呼吸は精神を鎮めてくれます。吐くときはなるべく吐き切って、それだけで気持ちが落ち着いていきます。足をチェンジします。まず手を回し上げて上、吐きながら右に倒れます。下の足はどっしりと深くマットに沈んでいく感じです。体側を伸ばすポーズは肝臓機能強化とか免疫力強化にも効果があります。左足伸ばして、で、次は左の手と左足を引っ張り合いっこします。気持ちよく伸びて、かかとはなるべくつま先を立てて、足の裏の伸びを感じてください。体側も足裏も同時に伸ばしていきます。
で、次はそのままチェンジして左に倒れていきます。このね、体側を伸ばすことで睡眠時の呼吸も深くなります。気持ちよく伸びて、呼吸を忘れずに、ゆっくり解放して、で、次は開ける範囲で足を両方開いていきます。開脚のポーズですね。で、枕は自分の前に置いて、その枕に上半身をうずめていきます。足は本当に痛いと思うとこまでやらなくていいです。もう寝る前なので、自分が心地よいと感じる程度に開いてください。今はもう余計なこととかは考えなくていいので、呼吸だけに集中して体の感覚を味わいましょう。鼻から吸って、呼吸が心地よく体に入ってくるのを感じて、伸びてる部分に酸素を送ってあげましょう。で、ゆっくり起き上がってきます。で、ここでうーんと背伸びをしましょう。で、解放。で、またあぐらをかいて座っていきます。座ったキャット&カオをやっていきます。手を前で組んで、前後ろと伸ばして上半身をストレッチしていきます。手を前に出すときは首を丸め込んで、ちょっと左右に揺すってみましょう。で、胸をオープンにするときに手を引きます。手をまた前に出して、首を丸め込んで、肩甲骨を開きます。で、後ろに下げるときに肩甲骨と肩甲骨寄せる感じです。で、ちょっと胸の前側を伸ばしていきます。軽くラクダのポーズをしていきます。半分のブリッジみたいな感じですね。胸の前を伸ばすことで、呼吸をさらに通しやすくしていきます。ここもすごく軽くでいいです。軽く後ろに倒れる感じ。気持ちよく胸の前側を伸ばしていきます。呼吸は止めずに、解放。で、次、足と足の間に枕を挟んで、左右にゴロンゴロンと倒れていきます。この軽いツイストは腰周りの血流を良くして、むくみ改善、代謝アップ、あと便秘解消効果、いろんな効果があります。普段潰されがちなお尻周りをここで軽くストレッチしてあげましょう。で、右に倒れて、両膝を右に倒したら、お首は足と反対方向を向いて、しばらくここでリラックスしていきます。チェンジ。次は左に倒れます。お膝は左、お顔は右。鼻から吸って、吐いて、吐いて、吐き切って、もう いらないものとかストレスとか、その日の疲れが全部吐く呼吸で外に出ていくのをイメージしてください。
ゆっくり呼吸することでどんどん心も落ち着いていきます。副交感神経が優位になっていきます。では枕をちょっとのけて、次は背中の下に枕を敷いていきます。ここでちょっと好きのポーズをやっていきます。ゆっくりお尻を持ち上げます。自分が心地いいと感じるベストな場所を探してください。背骨はまっすぐで、骨盤もまっすぐ天井に突き上げるイメージ。で、できる方は両手をお尻の下で組んで強く枕を押します。このポーズは骨盤矯正にとても効果的です。腰痛予防にもとてもいいです。で、終わった後は両足をハグしてゴロンゴロンとまた腰のマッサージをしてあげます。最初はちょっと右に回してみたり左に回してみたり、膝で円を描くようにして腰をマッサージしていきます。これも気持ちいいと感じるとこを探してください。で、ちょっと太ももの裏をマッサージしてあげたり、ふくらはぎを揉んであげたり、ここでセルフケアをしていきます。で、手足ブラブラ、ブラブラ。これはむくみ解消にとてもいいポーズです。で、お尻をトントン、ちょっと蹴ってあげて、骨盤内の血流を良くしていきます。で、またブラブラ、手と足の血流を、血液を心臓に戻していきます。終わったら動きを止めて、チャイルドポーズ。鼻から吸って、吐く呼吸でもう少し伸びる。柔らかい方はここで V 字、足を伸ばしきって V 字マークを作ってもらっても大丈夫です。で、つま先を動かしたり、ちょっとゆらゆらと揺れてみてもいいし、そこにステイしたい方はステイしてもらっても大丈夫です。で、また足を伸ばして、で、チャイルドポーズ。次は、右足を伸ばして左足をぐーっと胸の方に近づけていきます。で、つま先を立てたり寝かしたり、つま先を立てて寝かせて、つま先を立てて寝かせて、ちょっと足首のマッサージをしていきます。手でぐーっと膝を抱えて、で、一度ストレッチ、ぐーっと背伸びをしたらチェンジしていきます。次、右足を胸の方にぎゅーっと引き寄せて、抱えてる方のつま先を立てたり伸ばしたり、立てたり伸ばしたり、ちょっと足首もね、血流が滞りがちなので、ここでちょっと動かしてあげます。ガス抜きのポーズ、ぎゅーっと膝を抱えます。で、またぐーんとストレッチしたら膝をもう一度抱えていきます。で、左右にゴロンゴロンと、今日一日頑張った自分にハグしてあげるつもりで、ここは胸をぎゅーっと、胸じゃない、膝をぎゅーっと抱えていきます。このポーズはリラックス効果もデトックス効果もすごい高いポーズなので、いつもベッドで寝る前にこれだけでもやってあげることをお勧めします。で、枕を腰から外したら、ちょっと足を骨盤幅に開いてパタンパタンと倒して、股関節の動きを良くしていきます。ちょっとエネルギーを分散させます。で、また手を回し上げて上。で、
次は肩甲骨を寄せたり開いたりしていきます。手腕を両方上に上げて下げてカクタスアームで、左手をぐるぐる回して右手をぐるぐる回して、この時ちょっと下の、リンパ管をリンパ節を押します。で肩回し外に回していきます。手を回し上げて上、吐いて下へ。ここからシャバーサナに入っていきます。足は枕の上に置いて少し高さを出してあげると足が楽になります。今動かしたり伸ばした箇所の余韻をここでじっくり味わってください。手のひらは力が入っちゃわないように上に向けてください。たくさん空気を吸ってお腹がぷくっと上に膨らんで、吐く呼吸でお腹がストーンと下に下がる。まぶたの裏に入ってくる光、足の感覚、手の感覚をちょっと感じてみましょう。では少しずつ意識を体に戻していき、お腹にちょっと手を置いてお腹の動きを観察していきましょう。意識するところにエネルギーは流れるので、お腹の調子が悪い方とか、あと寝る前に消化を良くするためにもちょっとだけお腹をさすってあげたり、足の付け根をさすってあげたりすることで気の流れも良くなり、このリンパが集まるとこを刺激してあげることで老廃物の排出もされやすくなります。なので軽いマッサージやヨガは寝る前に最適です。で、また自分をハグしてあげましょう。両膝を抱えてキューッと自分の方に引き寄せて、コロンと右の方にコロンと横になります。で、しばらくちょっとここで休んでからゆっくり立ち上がります。で、あぐらを組んでまた背骨をピンと伸ばして、今日少しだけ自分のために時間を取ってくれた自分自身に感謝して、手を頭上で合わせて下ろして、もう一度手を回し上げて上、胸の前で合わせて自分にありがとうという気持ちを込めて終わりにしましょう。今日は一緒にヨガしてくれてありがとう。またね。おやすみなさい。ナイナイ。